ではこれよりカジキ討伐作戦に移りたいと思います。よっしゃ移ろうぜ。まず準備として、はい、黒くなったら嫌なので日焼け止めです。女子かお前は。嫌ですよ黒くなるの。棒のもの欲しいか。棒のもの力をくれ。お前も女子か。3度目の3度目クリームの力が欲しいか。女子しかいねえのか。はい、行くぜ。マゴロクさんいらないんすか。マゴロクさんいらない。女子か。女子だ。なんか可愛いとこあるんすよ。マリサクローゼ。シンプルに日焼け止めはしといた方がいいです、うん、日焼けって結構疲れくるんで、はい、案外知られてないですけど日焼けって結構疲れるんですよ。まあ言うて火傷だからね、はい、こっちはこっちですごい釣りだけど。もう波は効果音が背中に出てるからバーン。おわかっこいいアングルだ。さあ翔太先生も見守っております。さあありがとうございます翔太先生。めっちゃいい潮の流れしてますよ。マジっすか。いいですね。ヤスさんは深瀬よくやるんですか。深瀬一緒に行けよ。何が起きたの。違法切られてる。あらいつの間にですよ。ダッダッちゃんもしかしてシャッって食ったと思う。ねえびっくりした。さあ言うかな。あ、ヤスさんも釣り開始ですね。だなんか照れくさそうにタウテって言ってたんで普段行ってないような気がするですね。沖縄の釣り具屋さんのシーランドの CM に出たほどの腕前らしいですから、はい、シーランドの CM にすごいことですよ、ね、釣り具店の CM に出るってすごいことですよ。確かにな。この水、くすこの水さ。じゃあもうこいつは元気なうちに泳がしていきます。あ、いった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 。さあ、夏を流して今5分ぐらい。当たり的なもの。まあ、当たらないですね。でももうずっとずっと沖に向かって歩いてます。ダツ、うん、カジキってダツがまっすぐ沖に食わない、行かないと食わないらしいんですよ。このカジキのところまで泳がないといけないらしくて、うん、で、なんかダツをこの辺横に走ら泳がせたらダメなんですよ。まっすぐ泳がさないといけなくて誘導しないといけないんですよ。ああ、そんなこともできる。だから腹ず緩めずで魚ってこの引っ張られてる方向逆に走る方なんですか、習性特性っていうんですかね。ああ、抵抗しようとするってこと。そうそう、そういう特性があるんでその特性活かしてこの流れだったり色で風だったりに合わせてまっすぐ道を作ってあげるんですよ。ダツがまっすぐ泳ぐように今とこ綺麗にまっすぐ行ってる。まっすぐ行ってます。ちょっとなんかあれもしかしてお前釣れないからってそういうのに手出しちゃダメだぞ。いやいやいや怪しい空気釣ってないですよ。お前バカ野郎。あ、なんか あすごい。さあ、さあ、ヤスさんヒット。ヤスさん、あ、でかい。いっぱいいますよ、いっぱいいっぱいいる。あ、長い、うわ、いっぱいいる。うわ、なになになに、ブリすごい。あ、やばい。え、うおー外れましたね。さあ、今のを見てささらくもがぜん火がつきましたね。火がつきましたよ。ちょっと10分寝てこようかなしたんですけど。いっぱいいたね。ちょっと深瀬宮古島、うん、一発で食わせる宣言。ほんとかい。ほんとかい。お、しゃいった。お、一発だ本当に。食った。ああや。え、マジなのこの子。なんなのこの子。気持ちいい。やばい。わあ、しなってる。いい感じにしなってる。あ、え、あれ。あは。あ、これは。Maybe me の。だって夏なんだもん。これあれっすよ、今バラしたらもう夏のせいっすよこれ。ツーバーのせいにした。あ、やばいっすよ、来ますよ孫さん。来いよ。糸出してください、ちょっと。いっぱいいるよ。いっぱいいるって孫さん。ちょっと緊張してないっすよね、まさか。あ、全然。気張ってないっすよね。あ、食った。
食った。食った。来た。食っ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 た。ほら。ヒットー。マゴロクさん。やば。ほいった。イエッタイガー。サオ立てて、マゴロクさん。サオ立てて。イエッタイガー。じゃあじゃあ。ヒットー。おー、すげえ。マゴロクさん、ヒットー。うわぁ、マゴロさん来るのか、手を来るのか、うわぁ、おー、いい、走ってる。マゴロさん、力が欲しいか、力が欲しいか、メイビーミータオルの力が欲しいか、マゴロくよ、どうすればいいんだ、余裕なかった、やべぇ、マゴさん、耐え抜いて、耐え抜いて、あ、やべぇ、サオ、サオ立てて、サオ立てて、ドラグアを調整してあるんで、あ、弱った、弱った、あ、よし、行け、あ、また、あ、走った、走った、走った、走れ、さあ、マゴロクさん、タイガー、ファイヤー、なあ、まただ、あ、怒らしちゃった、元気な子、このピンチ系やろう。ピンチ系って。おお、いいですね。いい曲がりっすよ、マゴロクさん。応援王です、応援王。その動きか。応援王。あ、抜けた。切れた。ハイン応援王。切れた。どうっすか。でかかった。もうサオ投げようかなと思った。怖いって。ダメ。いやー、マゴロクさん、あの、俗に言う負けです。負けたね。負けました。どうすか、面白いんじゃないですか。疲れるな。マゴさん、すごい弱ったと見せかけて強くなる時もある。頑張りますね。楽しいんですよ。これが。これが駆け引き。はい。これがまた楽しさなんですよ。カツオって大刀寿司できます？まあ、マグロがやってるぐらいだから。そうなんすか？マグロでもやるから。大体です。お。基本、魚だったら大概いいんじゃないかなと思ってるよ。はーい、こんなヒットー。すーごい。おー、持ってこないでくれ。あ、すっげえ。うわ、駆け引きしてる。結構でかい。あ、何？どこまで？どこまで曲がるの？これ思い出した。あ、あれはベイビーミーの夏なんだもん。で、当たってたっけ？当たってたぞ。さあ、なんすかね、上がってくるか。え、正体不明。死ぬまん。え、そう。さあ、今回は翔太先生がたも同級生コンビですね。同級生、いやいやいや、翔太先生とこうちゃんの同級生コンビ。若いっすよ、二人とも。あ、見なくてもタモイルできるから。もちろんですよね、もちろんですよね。やばい、回ろうとしてる。え、そうか、やばい、どっか行っちゃった。やばい、あ、来てる来てる、あ、手前も来てるもん。やばい、まあ、頑張れ、みんなが謎だって言ってる。この謎の魚。うわ、まだ元気だ。あ、そう、おっしゃ、来た。ファーストアタック。何？さあ、手前まで来た。あ、長いよ、長いよ。そして翔太先生は本当に見ないでやるのか。いいよ、ガン見です。
おーし、来た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 。あ、また逃げた。うわ、なんで宮古の魚は元気だね。赤い感じだね、これ。うわうわ、まぶしそう。さあ、まだ諦めない。グーグー来てる、グーグー来てる。うわ、え、何この動き。うわ、見たことない動き見せる。これちょっと手元落としてるのがすげえな。あ、もう来てる。今度また来るか。針って2号なんだ。うわうわ、じゃ繊細に行かなきゃ。なかなか来ない。でかい。うわ、待って、今魚影見えた。でかい。え、でかい。頑張れ、ハリス2号。でかはい。口切れた。あー、惜しい。針が外れてます。でかすぎたね。こうちゃん、どうした。何が来たんですか、こうちゃん。高級食材。お、高級食材なんすか。ダツ。今日狙ってきた。餌だな。はい。あ、当たった。さすがさん。ダツっすよ。よっしゃ、ダツ。餌にしようぜ。速攻泳がせましょう、これ。オッケー。これちょ、今日、2月なんすけど、はい。僕、天気予報見たら、はい、予報、24度になってたんですよ。なってましたね。日中の気温が。はい。これもう、昼飯普通の食うより夏っぽいの食いたいなと思って。そうですね。それで冷やし中華取ったんですけど、うん、あのクーラーボックスに入れ忘れるっていう失態をしましたね。やっちゃった。むしろ車の置き場だったっていう。いやー、まあ、今回釣れなかったんですけど、はい、まあ、本来だったら僕らこういう離島来たら、はい、ドローンとかでなんか綺麗な映像を見せるんですよ、うん、はい、ひっちゃんがよくやってるやつ、ね、はい、ただ我々今回、はい、そのドローンのアプリが取れなくて、はい、その映像ができなかったんで。ドローンはあるんよね。ドローンあるんですよ。あるんだけど、なんかアプリ取らんといけなくて、はい、それが取れんくて、たまたま、はい、どうする。だ、人間ドローンしようかなと思ってます。え、はい、空飛ぶの。だ、人間ドローン、だからこれ方法があるんですよ、これ。こうちゃん、はい、ビデオをやって。どうした、急に。で、オッケー。こうちゃん、はい、あと、孫六さんがいつものひっちゃんさんみたいにこうやってるだけです。すすす、お願いします。おし、ドローン飛べ。ドローン充電切れ。もうこっちからよ。充電早いぞ。こっちからよ。ドラグリの悲劇だった。こっちからよ。なんか腰が無理しちゃいかんですよ今。はい、行くぞ。はい、じゃあ行くぜ。ドローン飛べー。でよっしゃ。あ、見える。どんな。楽しいっす。あの高度2メートル今。地上から高度2メートルでやる。すごい。よっしゃ、行くぞ。はい、じゃあ行くぜ。ドローン飛べー。よっしゃ。あ、見える。どんな。楽しいっす。あの高度2メートル今。地上から高度2メートルで。
わー、怖っ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 。よかったね。よかったです。この綺麗な島を映したかったっていう絶景をみんなに見せたかったです。さすが宮古島。はい、弾きは釣れなかったけどね、素敵な映像は撮れたと思いますよ。もう寿司作りに行っていいか。行きましょうか。満足かも。はい、行きましょうか。はい、行きますか。はい、行ってきます。